レースが近づくにつれてホイールを鉄ゲタからゾンダあたりのホイールに変えてレース数日前に血栓を吐くやり方はいいと思いますかと、こちらに対する回答が、段階的にホイールを変えるのはあまり意味がないかと思います。血栓に近い感覚で走りたいというのであればレース数日前から本番で使うホイールに履き替えればいいと思いますし、タイヤの消耗が気になるのであれば直前まで使わないというのも手ですというわけでね、はい、こちらの質問ですけど、まあぶっちゃけね、この選択肢、ハーシの選択肢であれば常時ゾンダに走り、ゾンダで走り続けて、ですね、はい、常時ゾンダで走ってればいいでしょうというふうに思うわけですよ。はい、っていうのも、まあ、その手つけたホイールっていうのは重いから練習になると思いがちですが、実際はねそういうことはなくてね、手つけたホイール結構ね、重量がある割に素材的な関係とか、形状的な問題で柔かったりするわけですね。はい、やわいホイールっていうのは踏んでいてその踏みの感覚っていうのが結構変わってきますので、トレーニングのね質っていうのがね落ちるんですよね。結局は安いホイールで走っていると、まあいろいろ実験してきた結果、実体験としての部分も含まれるんですけど、これに関しては実際練習中からしっかり剛性感のある硬いホイールで練習をしていないと、いざレースの時に硬いホイールに変えた場合に足が踏み分けるわけです。ですからね、まあ、競技走に対してはの話ですけど、普段から硬めのホイールをしっかり使って足を硬いホイールで踏む感覚に慣らしておく、要は踏んだ際の反動があるっていう状況に体を慣らしておく必要があるわけです。はい、ですからね、あんまりね普段からずっと鉄下駄ねでね走っていてもしょうがないわけです。それにね、まあ、硬さの話は今しましたが、重量感としましてもやっぱその踏んだ時に進むタイミングとか一踏みによる進みの感覚っていうのがやっぱ鉄下駄の重いホイールを履いていると連れてくるわけです。やっぱりそのレースにおいてね、感覚ってっていうのは結構重要ですから、そのいつもの感覚で踏んでるのになんか進まないとか、いつもよりも軽すぎるから妙に進むっていう感覚っていうのは、まあ、トータルで見てマイナスになりますので、基本的にはね、レースに近い感覚でトレーニングも行うことができるのが一番理想的っていう感じなんですよ。はい、ですからね、まあ、その特にねこの質問でいうところの鉄下駄からゾンダに変えて血栓吐く、まあ、カーボンホイールでしょうっていうねところ、まあ、ゾンダゾンダっていう名前が出てくるのは自分的にはよろしくないので、まあ、同クラスのホイールとして、レーシング1ぐらいかな、そうですね、シャマルがレーゼロと同等クラスって話なんで、ゾンダって言えばレーシング1ぐらいなんですかね。はい、レーシング1とかね、それぐらいの、まあ、準決戦って呼ばれるホイールであれば、あれです、まあ、レースホイールに近い感覚で走ることができます。実際ね、キナンの選手もいろいろ練習ホイールを試してきましたが、やっぱね、そのレースに近い感覚の組み味であったりレースに近い追い込み方を練習でするっていうのであれば、やっぱりバイクの感覚自体をレースのセッティングに近づけたいっていうところでね、まあ、耐久面とかコストの面とかを含めてレーシングゼロでトレーニングしているわけです。まあね、実際そのレーシングゼロをトレーニングで使ってるってどれだけ贅沢なんだっていう話もなってはくるんですけど、まあね、やっぱりね、そういう結構上位クラスのホイールを使っていないと、その踏んだ際にレースで使う際の領域とか箇所部位
を鍛えるためにあはね、あんまりやわいホイールであったり、重すぎるホイールっていうのを使っているとずれてくるわけです。逆にね、レースにおいてそんなに血栓ホイール履きません、普通になんていうんですか、耐久性があって持久系のなんかその低速のサイクリングでできればいいですっていう場合には、当然硬いホイールっていうのは、足に来すぎる部分もありますので、そういう安めのホイールで全然問題ないわけですっていうよりも、むしろそっちの方が適切、用途に合っているっていうわけですね。はい、だからね、そのホイールがやわいから重いから全て悪いっていうわけではなく、まあ使用の用途が一番重要なわけですね。で、まあ話を戻しますと、レースにおいて使用する機材が血栓ホイールっていう選択肢、おそらくカーボンですねのホイールを選ぶのであれば、練習の時からまあ鉄桁系のホイールを履くのではなく、まあ純血栓系のホイールでトレーニングをした方がいいと。まあね、感覚がね結構違うんですよね、感覚と足への疲労感が。やっぱりね、その普段のトレーニングから足への疲労感っていうか、その踏んだ際に返ってくる反動の感覚っていうのはね、しっかりと感じるっていうか、それを耐えれるような足を作んないといけないんで、例えばね、硬いホイールを急に使ったら何が起きるかって言ったら、まあ、足が負けるとよく言うんですけど、具体的にどういうことかっていうと、まあ、あれですね、例えば1時間とか経ったらへんから急に足が来るんですよ。筋肉とかその反動に普段慣れてませんので、疲労感が普段の何倍、何倍ってほどでもないかな、 1.2、3倍とかで返ってくるわけです。だからね、その練習では良かったのに、血栓吐いてレースにいざ出たらなんだか疲れた、疲労感が大きかったっていう方はね、ちょっと血栓とね練習ホイールのそのギャップっていうのが大きすぎるのかなっていう可能性はありますね。ですからね、まあそのレースのホイールに帰った際に足が、まあ、やられないっていうか負けないためにも、普段から比較的レースで使用するのに近いホイールを使った方がいいですよっていう話になるわけですね。まあそのホイールのね、そのレベルがどれくらいかっていうのであれば、まあその、まあ、純血栓カーボンホイールをレースで使うのであれば、カーボンホイールのトップレベルのホイールをレースで使うのであれば、まあ、純血栓アルミの純血栓らへんのホイールを使うのはいいかなと。まあそのあれです、キナンが使っているフルグラムのラインナップで説明するのであれば、まあその中あれです、55とか使うのであれば0とか1とかそこら辺のホイールを使った方がいいかなと。はい、感覚とか体への反動というのは結構バカにできない部分があるので、そういうところをしっかり重要に重視してトレーニングホイールも選ぶことで、よりトレーニングの効率を上げれるっていう話でした。はい。